はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病と闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんは血管の健康というとですね、まあ、動脈などのね、まあ、静脈などの、まあ、太い血管に、ね、目が行きがちなんですけどもね、まあ、忘れてはいけないのがですね、毛細血管のことでございますね。毛細血管がね、こう減って血液が途絶えてしまって体の各所でね、機能が損なわれてしまうとですね、まあ、糖尿病とか認知症などね、さまざまな病気を引き起こすことがね、まあ、近年の研究からね、明らかになってきました。毛細血管がね、衰えてね、その体の中の臓器にね、栄養やね、酸素がうまくね、届かなくなる状態はですね、ゴースト血管とね、呼ばれてね、まあ、最近ね、テレビなどでもね、よく取り上げられてます。まあ、そんなね、ゴースト血管というのはですね、まあ、特殊な病気ではなくって、まあ、誰もが経験するね、まあ、加齢現象のね、一つでね、まあ、早ければね、40代から始まると言います。ね、60代から70代ではね、まあ、若い頃に比べてね、まあ、4割ものね、毛細血管がね、減ってしまうというね、驚きの報告もあります。ではね、そのね、毛細血管の衰えをどう防げばいいのでしょうかという話なんですけどもね、毛細血管の衰えをね、進める要因にですね、昨日も話した糖化、そして酸化があります。糖化を抑えるにはですね、糖質の過剰摂取を控えて、食べる順番を考えるといったね、取り組みをね、実践しましょう。酸化を抑えるためにはですね、抗酸化作用のある食材を積極的に摂取するのがおすすめでございます。抗酸化作用が高い食材にはですね、色のついたね、カラフルな野菜ですね、緑黄色野菜ですよ。それとかポリフェノールを多く含む、まあ、コーヒーとかね、緑茶とかね、ワインがありますよね。さらにですね、いつもの食事の中に、まあ、プラスアルファ取り入れることのできるスパイスとかね、あとはお茶の中にですね、その血管の、ね、内皮細胞にはね、TIE2 って書いて、TIE2 って読むんですけど、TIE2 受容体を活性化させて、そのゴースト血管に効くものがあります。そんな TIE2 を活性化する効果が、ね、期待できるのはですね、飛発、シナモン、ルイボス、この3つでございます。これらはね、ゴースト化した血管を復活させる作用がね、あることがね、分かっててですね、最近ね、注目されています。飛発とシナモンがこう混ざったパウダーの瓶がね、売ってますよね。何ですかね、SB の、スパイスとかね、やつの瓶の並びにね、もちろん飛発だけのやつもあるし、シナモンだけのやつもあるし、で、まあ、飛発シナモンって書いてあるやつもありますんでね、まあ、売ってますよね、どこでもね。あと、まあ、飛発ってね、何回も言ってますけども、その、まあ、名前に馴染みのない人がね、いてるかもしれませんけどもね、まあ、沖縄料理が好きな人だったらね、ピンとくるでしょうね。ヒバーチ、島胡椒、まあ、英語ではね、ロングペッパーと呼ばれるね、独特の香りがね、特徴のね、スパイスなんです。飛発の瓶にも、まあ、袋に売ってるやつにもね、ちょっとちっちゃくね、ロングペッパーってね、書いてあるやつもあるんでね、まあ、見たことある人は見たことあると思います。ペッパーです、ペッパー。香りの独特なペッパーでございます。あと、飛発と同じ効果はね、シナモンとかね、ルイボスでもね、得られます。でシナモンはね、まあ、お菓子にね、振ったりね、コーヒーにの風味にね、つけられるスパイスですよね。でルイボスは、まあ、ルイボスティーとしてね、その名で知られている、南アフリカの、原産のお茶ですよね。紅茶とお茶の真ん中ぐらいのやつなんですけど、僕はすごいね、好きやったんですけどね。まあ、最近はね、スーパーでも手軽に入手できますけどもね。まあ、効果にはね、個人差はありますけども、まあ、ルイボスティーとかね、シナモンっていうのには、すごい効果が見られる人がね、たくさんおられます。例えばね、アザやね、その傷がたくさんあってですね、その皮膚の、ね、血流が悪い人の中で、ルイボスティーとか、ね、シナモンをね、こう積極的に取り入れる生活を始めるとですね、約3ヶ月で傷の治りが早くなって、でアザもできにくくなったというね、その目で見て、まあ、明らかに皮膚の状態が復活してるぜっていう、その毛細血管の、ね、血流が増えたという効果があったという話もね、聞きます。まあでも
ただしですね、血管に効くからといってですね、血流に効くからといってですね、摂取しすぎっていうのはね、注意しましょう。まあ、例えばね、シナモンにはね、クマリンというね、成分が含まれてましてね、まあ、多量に摂取するとね、肝機能に障害を起こす恐れがあります。まあ、何事もね、やりすぎは禁物なので、まあ、1日ね、0.6g ぐらい、まあ、小さじ半分ぐらい、ね、このパウダーをね、小さじ半分って言っても、結構な量やと思うんですけどね、まあ、使うときはね、パッパッパッてこうね、2、3回振りかけるぐらいでね、ほんまにちょうどいいと思うんでね、まあ、それぐらい止めておいてください。で、またね、その、妊娠中の女性の方、まあ、女性しか妊娠しないんですけども、妊娠中の方っていうのは、そうね、シナモンと飛発っていうのはね、まあ、ちょっとね、避けておくようにしておきましょう。まあ、妊娠中の人っていうのはね、葉酸をね、取ってあげたらいいとね、これは産婦人科でも言われていると思いますんでね、産婦人科の先生に従ってくださいね。あと、ちなみにですね、ルイボスティーはですね、まあ、特に言いたいんですけども、というか、僕がそうなんですけどもね、ルイボスティーなどね、まあ、他にもありますけどもね、今、何か、病院でね、治療のためにですね、お薬を飲んでいる人ね、注意が必要です。なぜなら、今飲んでる薬と、その相性がね、悪い可能性があるからなんですよ。で、僕は免疫抑制剤を飲んでいますので、ルイボスティーとグレープフルーツが相性がすごい悪いとね、病院で言われているので、まあ、両方ともね、大好きなんですけども、今我慢してます。まあ、相性が悪いというのはですね、まあ、薬によって得られる本来の効果がね、こう発揮されない可能性がありますので、ね、飲んでる意味にあらへんやんってなりますんでね、ほんまに注意が必要です。なので、まあ、身近なね、食材であって、でも、ちょっと特殊な、ね、そのものであればね、まあ、事前に先生やね、看護師さん、薬剤師さんにね、お問い合わせの上ね、ご確認いただいた後にですね、摂取するようにしてください。まあ、そんな感じでね、毛細血管を守るためにできることについてお話しさせていただきました。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。